ニューフェインはアメリカ合衆国バーモント州南部ウィンダム郡の町であり、同郡のシャイアータウンである。人口は2010年国勢調査で1680人だった。町内にはニューフェイン、ウィリアムズビル、サウスニューフェインの各ビレッジがある。ニューフェイン町となったところはニューハンプシャー払い下げ地の一つとして1753年6月19日に ニューハンプシャー植民地総督ベニング・エントワースが認証し、第7代ウェストモアランド伯爵ジョン・フェインにちなんで、フェインと名付けた。しかし、フレンチ・インディアン戦争の間は、インディアンとの敵対関係のために開拓が進まなかった。払い下げ値に要求されていた5年以内に、最初のタウンミーティングを開催するということができなかったので、その認証は無効と判断された。 このために1761年11月3日、ベントワースは全く新しい認証をニューフェインに発行した。この町には1766年、マサチューセッツ州ウースター郡から家族連れが入植してきた。1812年より前、ニューフェインはウィンダム郡のシャイアータウンになった。住人はニューフェインヒルの上に郡の庁舎を含むビレッジを建設した。しかし、 陶器の移動が難しかったので1825年に下の平地に移された。1882年まではラファイエット公爵にちなんでファイエットビルと呼ばれていた。町には高い丘陵や深い谷など多様な地形がある。農夫はその間に工作に適した土地を見出し、また高地では家畜を放牧した。様々な水流が工場に動力を提供し、 1859年時点では、川や天に、油双法の製造所、製粉所2カ所、製材所2カ所、大型の入馬車工場があった。その結果、ニューフェインは19世紀に繁栄し、連邦様式、ギリシャ復古町、ビクトリア様式などの建築物が建てられ、現代では観光地になっている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は40.4平方マイルであり、このうち陸地40.2平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.35%である。町内をウエスト川とロック川が流れている。町内をバーモント州道30号線が通っている。ニューフェインの気候は季節によって温度差が大きいのが特徴であり、夏は 暖かいか暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて、時には厳しい寒さになる。欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号では DFB に当たる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウィンダム群長者1963年、CBS テレビの番組、ルート66のあるエピソードで撮影場所になった。 その回は、ここから出発しないと題され、マーティン・ミルナーとクレーン・コーベットが出演した。2006年、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領の弾劾決議を通したことで、国内初の街となった。小説家、ハワード・フィリップス・ラブクラフトの作品、ザウィス・パラ・イン・ダークネスの中で、主人公がタウンゼントに向かう途中で、ニュー・フェインを通る。ありがとうございます。